オリジナルカクテルブーケ、それは花のそばには笑顔というイメージで作られた。開いてますか？いつもと違って少し早くお店に来ると、扉を少しだけ開いて恐る恐る声をかけてみる。そして、あ、どうぞいらっしゃいませと声がかかって、ほっと嬉しくなって、お酒も美味しくなる。ですが、もしお店が開店前ならどんな風でしょう？誰もいないカウンター、誰もいない椅子、そしていつもとは打って変わった明るい店内。なんとなく冒険心にくすぐられ、私は泥棒ではないですよ、お客さんですよ、そう心に言い聞かせ、一度覗いてみたかったカウンターの裏、一度入ってみたかったカウンターの中へ。いらっしゃいませとびっくり。あ、まあこうなるとちょっと罰が悪いかもしれません。ですが、どうぞカウンターへおかけください。驚かしたお詫びに、今夜はちょっと変わったカクテルを。いかがしました？雷お嫌いですか？え、ええ、まあ。それよりもしかして今夜はお休みだったんじゃ？いえ、ただちょっと遅くに店を開くつもりだっただけです。遅くに？ええ、新しいカクテルを思いついたので、私の先輩たちに試してもらおうかと待っていたんです。あ、それじゃあ私また今度。いえいえ、どうぞ。外は雷、雨もすぐに降り出して。あ、ほら、言った通りでしょ。少々お待ちください。あ、何か？いえ。さて、今夜はどのようなカクテルにいたしましょう？そうね、じゃあ。いえ、言葉に出していただかなくても。は？あ、どうぞ。ブラックウィッチ。今の絶対ドライアイスね。え、私何か入れました？これ先に飲んでみてくれる？残念ですが、バーテンダーは優しい止まり木なので。答えになってない。もうダメ、絶対に変。私もう帰る。あ、お待ちください。何か失礼でも。え？大丈夫？ってすごい熱！どう
しよう、どうしよう。そうだ、とにかく、とにかく。お医者さん。確かこの近くのはずなんだけど。クソったれ。このクソったれ。ごめんなさい、ちょっと急いでるの。あ、たく、あれ、待ち合わせの地図が。運転手さん、急いで。あ、はい。停電かな。誰もいないね。まったく不用心な。ま、勝手知ったる遺伝ホール。おっと、気をつけたまえよ。ああ、ここか、ブレーカーは。さてと、明かりはついたが。新しいカクテルの味見を頼まれたのはいいが、お？東山さん、葛原さん。しっ。とにかく眠りなさい。さてと、このまま帰るわけにもいかないし。せめて病人に何か体にいいものでも。あ、それじゃあ私が。あ、いやいや、私が作ろう。何をおっしゃる。それは私が。いや、先に言ったのは私だよ。いや、私が。いやいや、私が。なら、ここは二人それぞれ作ればいいとして、まずは私から。あ、どうぞ。年功序列ということで。さて、それじゃあ私は失礼して。いかがいたしましょう。四五台つけてきますが。構わん、予定通りに。申し訳ありません、本日は休みで。構わん、この店で待ち合わせをしておる。今お店入っていったのは政治家の相馬浩二先生だ。誰かと密会でも。お店の中には他に誰か。ちょっとお店の中よろしいですか。申し訳ありませんが、本日は店は休みにつき、失礼いたします。すいません、ちょっと開けてもらえますか。お願いします。どうした、休みなら私を追い出さないのか。はい、お入りいただいた以上はお客様です。ここの主人ならそう申すかと。実はね、ここへ来れば神のグラスが飲めると聞いてね、最後の一杯にと思って待ち合わせ場所にしたのだが。それがあいにくここの主人は今。なら何でもいい、一杯。私でよろしければ。オールドパン。ほう、政治家の好む酒を知っているとはね。知っているかね、なぜオールドパーが政治家に人気があるか。明治10年、岩倉具視が欧米視察の土産に持ち帰り、それ以来吉田茂を筆頭に日本の保守系政治家に愛されてきた。まさしく我々にとってシンボルのような一品だよ。それだけではありません。何？ん？追い詰められ倒れそうになっても踏みとどまる政治家は、最後にはこんなことにすがりたくなるとも言われています。これはいい。今の私に残されたのはこんなボトルの姿だけか。こんなもののために私は政治家になったとは大笑いだ。挙句の果てがこの始末だ。こんなことならもっと正直に自分の夢見た道を歩むべきだったよ。砂漠が美しいのはどこかに井戸を隠しているからだよ。美しいもの、大切なものは目には見えない。星の王子様ですね。ああ、こう見えても学生の時は文芸部でね、一時期は童話作家を目指していたこともある。だが代々政治家だった家系のおかげでね、親父に言われたよ。
夢は寝ている時だけ見ろとね。そこで私もこの政治の世界の中に目には見えない大切なものがあると信じて今日までやってきたが、結果はご覧の通りさ。今の私はどんな客に見える？少し疲れて自信をなくされている。なるほどね。ならそんな私にふさわしいものを何か一杯くれるか。そろそろいかんとな。それでは。オールドパー5にドランブイ1を捨て。ドランブイ？古くからあるイギリスの一本で、スコッチウイスキーをベースに蜂蜜やハーブを配合した甘いリキュールです。ゲール語で満足すべき飲み物。かつての名優ハンフリー・ボガートが愛したお酒です。なるほど。重厚で奥深い味わい。かすかな甘みとウイスキーの香りが混然として複雑に舌に広がっていく。名前はラスティーネイルです。ラスティーネイル？意味は錆びた釘。それは身から出た錆という私への皮肉か。あ、いえ、錆びた釘も磨き直せばいつでも光を取り戻す。バーは錆びて疲れたお客様の心をお酒で磨き輝かせるためにあります。酒で磨き輝く。世界中の全てがお客様の敵だとしても、バーテンダーだけは最後の味方でなければならない。孤独に傷つき行き場のない魂を救う最後の一杯、神のグラス。我々バーテンダーはいつかそんな一杯を作りたいと思っています。それが君の砂漠の井戸というわけか。神のグラスか。下がれ、マスコミのゴキブリども。政治家の正義は100年先に判断される。相馬浩司、逃げも隠れもせん。これから身の潔白を示すため検察庁に出頭する。何やら騒がしかったようだが、おや、お客様だったのかな。いえ、雨宿りみたいなもので。で、葛原さんは出来上がりですか。いや、これはまだ下ごしらえでね。では今度は私が交代。やっと見つけた。まったく、あの女のおかげで地図をなくしたからこんなに。ねえ、客がずぶ濡れなの。タオルか何か貸してよ。かしこまりました。私ここで待ち合わせしてんだけど、誰か来なかった？さあ、実はご覧の通り店主が病気につき本日は休みでして。はあ、なんてクソったれなの。クソったれ？そうよ、ここを指定してきたのは客の方なの。いくらこっちが遅れたからって待ってくれてもいいじゃない。なのにこんな店を指定するから全てパーじゃない。せっかくいい仕事だったのに。そうよ、全くどうして私のところにはあんなクソタレな連中しか来ないのよ。私に任せればなんとかなるってのに、あっちは姿も見せない。せっかく他の仕事を断って準備に時間をかけたのよ。クソタレ聞いてるの？ええ、本当にクソタレですね。もういい、雨宿りついでに一杯ちょうだい。では。あ、待って、せっかくだから私の知らないカクテルがいいわ。お客様が知らないカクテル？そう、神のグラス。神のグラス、それってどんなカクテルなの？さて、それはお客様次第なので。待ち合わせてた依頼人が言ってたの、神のグラスを一杯。いい？お客は無茶なわがままを言うものよ。そのためにお金を払うんだから。とにかく神のグラスは私の知らないカクテルよね。だから今からあげるもの以外のをお願いしたいの。いい？
アースクエイク、アラスカ、エメラルド、エンジェルティップ、カンパリ、キール、ギブソン、キューバリバー、グリーンアイズ、コペンハーゲン、サイドカー、ジャックローズ、上海、ダイキリ、ドクスノーズ、ニコ、ブルショット。え？ブルショットな、何それ。ですからブルショット。あ、いいわ、それ知らないから。は、お待たせいたしました、ブルショット。今のお客様にぜひお飲みいただきたい一杯です。何よ、ただのスープじゃない。これ何かアルコールが入ってる。は、まずはビーフブイヨン、またはキューブでも問題はありませんので、これを90ml温めてカップに、そこへウォッカを 45ml 程度、あとはお好みでウスターソースや胡椒など少々。1950年代、アメリカのステーキレストランコーカスクラブのオーナーレスナー・グルーバーの作と言われています。おいしい、こんなカクテルがあるなんて。雨で冷えた体の芯まで温かさが染み込んで生き返る気がする。さっきはごめんなさい、嫌な客が舞い込んだと思ったでしょ。でもそれは口に出せない仕事、バーテンダーも人の嫌味に耐えて金を稼ぐくそったれな商売。うん、それは同じね。だっていつも私に回ってくる仕事は自分勝手や自業自得の尻拭いばかり。でもね、今日の仕事がうまくいけば一気に信頼が増して独立だって夢じゃなくなる、そう思ってたのに。お客様はワン・フォー・ザ・ロードという言葉をご存知ですか。 いいえ。辞書には別れを惜しんで酌み交わす一杯とあります。では誰と別れを惜しむのか。私たちの毎日は決していいことばかりでなく、時には自分を偽りごまかして生きていくのが大人の世界。そこでフォー・ザ・ロードは帰り道のために。そしてワンは一杯、バーの一杯で本当にさよならを言うのは今日一日の嫌な自分、クソったれな自分かもしれない。この一杯で嫌な自分にさよならして気持ちを切り替える。ねえ、ワン・フォー・ザ・ロードにもう一杯はルール違反？それはもちろん OK です。それではブルショットにレモンジュースとトマトジュースを加えるブラディブルなどいかがですか。That my wildest of dreams would come true. Then the angels in heaven. 休みなのに私みたいな客が舞い込んで悪かったわね。いいえ、たとえ偶然でも苦しい時にこの店を頼って扉を押してくれたお客様のお仕事と同じ喜びと言えます。あ、ごめんなさい。ブルショット、ブルショット。あ、何これ。ミステリー小説のブルショット、作者はガブリエル・クラフト、主人公はこわもてでクソったれが口癖だけど本当は心優しい弁護士が活躍する。苦しい時に頼ってくれたお客様と同じ喜びと。あのバーテンダーさん、私の仕事のことを分かって。はい、はい。え、相馬工事から弁護の依頼？本当？徹底的に戦う気になったって？分かった、行き先変更、東京検察署。一丁やってるで。なるほど、バッグですか。ああ、大きくて丈夫で大量の書類が運べるので、アメリカの国務長官が愛用したことで有名なロイヤーズバッグ、すなわち法律家のカバン。
さすが葛原さんならでは。お手並み勉強になりました。何をおっしゃる。君のラスティネイル、私の胸にもぐさりと打ち付けられたよ。これはお上手。いやいや、もう誰もお医者さん来てくれないんだもん。せめて薬だけでもって。あ、これはこれは、あとはよろしくお願いしますよ。ええ、そうそう、体に良いものを作っておいたから、彼が目を覚ましたら温めて飲ませてあげてください。私のは残念ながらお客様にお出ししたので、代わりに良いボトルを選んでおいたからよろしく。あ、はい。たとえお店が休みであったとしても、お客様がいらっしゃればそこには一期一会のグラスがお待ちしております。ですが今宵だけはお静かに。ねえ、忘れないよ。